もよしです。今日はね、婚活が長引く人の特徴5つ、これをね、海外の研究結果をもとにお話をしています。頑張っても婚活がうまくいかず時間がかかっている人ってね、そういう人に共通する特徴、実は5つあるんですね。これについてカリフォルニア大学などをはじめとしたさまざまな海外の研究結果からちょっと厳選して今日お話ししてみたいと思います。前回の動画は結婚できない人が持つ思考の特徴3つなので、前回思考の特徴、今回はその人の特徴ということで、ちょっとまた別の系統になっているので、よかったら両方見ていただければと思うんですが、今回ね、また怖いですよ。たった1個、たった1つでも当てはまってたら婚活が長引くし、もう本当なかなか結婚できないよっていうね、それをちょっと集めてみたので、ぜひ注意して改善していってください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ちょっとよしのアマゾンからね、本が出てますね。これ実はね、発売日翌日でなんとアマゾン新着1位取ってます。ありがとうございますね。で、これレビューをね、アマゾンいただいた方限定で、私がね、絶対断られないデートの誘い方3つ心理学的な角度からね、実際私が実践していたものをね、厳選してお話をしてますので、よかったらねレビューをいただければと思います。で、レビューしたら公式 LINE とかから、ね、レビューしたよってことを教えていただければ、そちらの方に動画をね送らせていただきますので、プレゼントしますので、ぜひねレビューください。で、早速入りますね。まず1つ目はたらればとか自分が整うまでっていうこと、先延ばししちゃうタイプの人ですね。ね、これ、完璧主義者でもあるんですけども、例えばね、年収が上がったら婚活しようとか、まだ今年収低いから年収上がるまでちょっと頑張ろうとか、あと転職したら婚活しようとかね、転職したらとかね、あとダイエットして成功したらとか、仕事が落ち着いたら、今仕事が忙しいからちょっと婚活のタイミングじゃないんだよねとか、あと家庭がちょっと今バタバタしてるから家庭の状況が落ち着いたら活動しようねっていう風に、こう準備が整うまでっていう風に言ってる人って、まずね、いつまで経っても整わないんですよ。整わない、絶対整いませんね。こういう人にいつになったら整うの、いつになったらできるのって聞いても、具体的な期間とそれまでのこのすることの計画っていうのをね、逆算して細かく聞くと大体出てこないんですよ。で、結局ね、行き当たりばったりなんですよ。まずこうダイエットしようとかいう人とかも、まずちょっと食事のことを考えて、でちょっと動こうかなというふうに思ってます、いつから動くの、来週ぐらいかなみたいな、いやいや今日からでしょみたいな、これそんなに今日からできるんでしょみたいなね、こういうことがすごく多いんですよ。で、転職活動とかなんかも、あ、ちょっと今探してるんですよ、え、何やってるんですか、ちょっとサイトを見てるだけ、え、見てるだけみたいな、良さそうなところがあったらちょっと申し込んでるんですよね、良さそうなところで大体どれぐらいの頻度で申し込んでるんですか、週に1本1社ぐらいかなみたいな、絶対決まるわけないですよね、こんなんね、ほんとそうなんですよ。だからもうね、緩いんですよ、計画が甘い、要はね、やってないことと一緒、要はたらればですね。こういう人っていうのは結局行き当たりばったりだから、何事も逆算して成し遂げることができないんですね。で、ちゃんと逆算してそれまでにどれぐらいやらないといけないのか、何をしないといけないのか、じゃあ今日はに置き換えて、じゃあ今日を何個やろう、これができないんですね。で、そういう人っていうのは何かっていうと、優先順位をつけることができないんですよ。優先順位をつけることができないから、だからこれはちょっと後ででいいかなというふうに、こう甘く見積もっちゃうんですね。見積もりが甘いということですね。で、こういう人は口ばっかりで中身が伴わない人の典型パターンなんですよ。で、整えることができる人、整う人、ちゃんとね、できる人ね、ちゃんと計画に沿って計画を立てて逆算して、あ、じゃあちょっと何年後にこうなってるから、じゃあ今これすぐ今日やんなきゃダメだな、今すぐやろうっていうね、もう今すぐ動ける人っていうのはもうこういうこと言わないんですよね。じゃあちょっとこれが転職決まったらとかね、こう就職が決まったらとか、給料が上がったらとか、ダイエット成功したらとか、家が整ったらとか、これが終わったらとかね、こういうこと一切言わないんですよ。こういう発言がそもそもない、思考がないんですよね。もう動くから、でもう言う暇があったらね、もうとっとと動いてるんですよ。だからこういうこと言ってる人、言葉の端々にね、これができたらっていうふうに言った人は、あ、この人やばいなというふうにぜひ思ってください。皆さんもぜひね、自分の口癖になってないから気をつけてくださいね。で、こういう人本当いつまで経っても何にも成し遂げられないので、異性からも魅力的だというふうに感じてもらえないんですね。だから本当に異性からモテないんですよ、そもそも。モテない。で、こういう人とマッチングできる人っていうのは似たようなレベルなので、2人揃っていつまでも成し遂げられないっていうね、こう貧乏くじを引くことになっちゃうってことですね。だからよくあるのが、なんかこう車の免許は持ってるんだけど、なんかちょっと運転がなかなか怖いから、だからちょっと時間ができたら運転しようかなみたいな、練習しようかなって言ってる人とかね、いつまで経ってもどんどんペーパードライバーがもうペーパーのペーパーになっていっちゃって、もう紙切れ、もう持ってる価値もなくなるぐらいになっちゃうんですよね。
身分証明書代わりになっちゃうってね、一緒なんかそうですね。ね、なんかちょっとお金が貯まったら車買おうかなとかいうね、もういつまでだってもたまらないですかね。お金が貯まったんじゃなくてどうやって貯めるの、どういう計画するのってね。じゃあ今日のご飯どうするの、自炊スカーするのとかね、料理がなんかできるようになったら、いやもう無理ですかね、こういう人はまず無理なので、いつまでたっても何もできないから、モテないですね。これ見抜かれますからね、こういう思考の人って相手から見抜かれるので、まずまずそういった意味でモテないし、まあマッチングする人はそれなりの人であるということなので、やっぱり幸せにならないですね、まずうまくいかない、うん。で次2番目です。2番目は好きなタイプにこだわる、好きなタイプにとことんこだわる人で、好きなタイプがあるのは別に悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃないんだけれども、結婚の場合は見るのはね違う視点なんですね。好きなタイプじゃないんですよ、ね、結婚の時に見るべき角度というのは、自分がどんな結婚生活を送りたいのか、だからそのためにはどういう人とであればそういう結婚生活が送れるんだろうねということなんですね。で突き詰めていくと、なんか結構年収何いくらぐらいの人がいいとか、大卒の人がいいとか、身長いくつの人がいいとか、あとポジティブな人がいいとか、なんかこう面白い人がいいとか、明るい人がいいとか、一緒にゲームできる人がいいとか、あとあの可愛らしい人がいい、痩せてる人がいい、スタイルがいい人がいい、背の高い女の子がいい、低い人がいいとかね、こう見た目が目がクリッとしてる人がいいとか言うんですけども、これ結婚生活関係ないことばっかりなんですよ。あのお互い相手の気持ちをちゃんと理解しようとする人とかね、もうちゃんと中身にフォーカスをして、でその人がどういうことに心がけてる人がいいかって見ることが大事なのに、なんかこう出来上がった結果のところだけ見てそれで求めちゃう人がいるんですけれども、そういう人はね、あの単なる好みなのでワンナイトで行ってくださいってことですね。ワンナイトの相手だったらいいと思います。ワンナイトじゃなくて結婚相手として長く人生を共にするっていう相手を見るのだったら、絶対この基準やめてくださいってことですね。本当にうまくいかないですよ、ね、でさらに面白いのはね、これね、理想や好みのタイプって誰しも持ってるんだけれども、実際付き合った相手っていうのは海外の研究では反映されてないってこと、研究があるんですよ。面白いですよね。こう実際に付き合ったり結婚をしている人は好みのタイプと違っているということなんですよ。これなぜかというと、カリフォルニア大学の研究とかだと、みんながこう理想だって言ってる人を目の前に持ってくるんですよ。もうなんか、ね、世の中でこういう人はすごく理想なんだよねってみんなが言ってるような人を目の前に持ってくると、自分がこういう人が理想なんですっていうふうに当てはめてた。例えばなんか私だったらなんかこんな人がいいな、背が高い人がいいなとか、イケメンがいいなとか、いろいろ言ってるんですけども、実際に自分が思っている理想の相手と、あと世の中の人たちがすごくいいよね、素敵だよねっていうふうに言ってる人の相手、その人を目の前に両方持ってきた時に、これどっち選んだかっていうと、なぜかねこっちじゃなくてこっちが選んだっていう研究結果が出てるんですよ、ね、だから結局自分が理想だって言ってた人じゃなくて、そうじゃなく周りがいいなっていう人を選んだっていうことなんですよ。これ何かというと、そもそも好きなタイプとはいうのは周りの声に影響を受けるっていうことが現れてると、そういうことだったんですね。この研究で言いたいことはね、だから自分がいいな、好きだなと思ってるっていうのは周りの環境によって変わってしまうということなので、自分がいいなと今思っている人と結婚しても数年後には変わってるっていうことなので、タイプじゃなくなってるってことなんです。これ怖いですよね。なので自分がいいなと思っているタイプ、好みのタイプに当てはめて人を探すのやめましょうってことなんですよ。でこの年齢とともに実はね、この好みってね変わるっていうふうに言われてるんですよ。これ面白いんです。これも本当面白いんですけど、年齢とともにね、選ぶ相手の好みは変わるという研究もあるんですね。で例えば男性の好みで言えば、若い時はスレンダーな女性を求めてるんですよ。スタイルのいい女性を求めてるんだけど、年齢を重ねるとなぜかちょっとぽっちゃりした女性を好むっていうふうに、こう好みが変わってるっていうデータもあるんですね。まあ、これはねすごく科学的に理由が解明されてて、スレンダーな人っていうのは特にウエストがキュッとなってる人っていうのは妊娠確率が高いからってことなんですよ。で、まあ、ちょっと年齢重ねてぽっちゃりなのは長く生きられるからって、太ってる人ダメですよ。ボーンってなってる人ダメですけど、少しだけね、まあ、ちょっと標準体型とよく言われる BMI で言われる標準って見られるね、世の中の人はちょっとぽっちゃりだっていうふうに言うんだけど、でも BMI だと標準だって言われてる人で、ね、これぐらいちょっと標準でね、少しね若い時と比べてぽっちゃりを選ぶという傾向があると。でそれは長生きしやすいからっていうことで、ね、本当に面白い研究結果なんですけども、健康的だから、要は健康的な人を選ぶということなんですけども、なのでやっぱり年齢とともに好みが変わってくるっていうのがありますね。だから今の好みが結婚したからといって幸せになれるかと、全くそんなことではないということなんですね。これ面白いですよ、ね、だから好みのタイプで選ぶんじゃなくて、どんな結婚生活を送りたいか、じゃあそのためにはどういう風な人がいいのかって、この視点で選びましょうってことですね。だから結局結婚相手は妥協して選ぶとかじゃなくって、自分の相手を見る角度を変えましょうってことなんです。
ね、よくあるのがもう自分が妥協して結婚するぐらいだったら結婚したくないとか言うんだけど、そうじゃないんですよ。自分の好みはもう周りの外野の声でしかなくて、自分の本当の本質の幸せになれる相手ではないと、その錯覚を分かっていないからそうなっているということなんですね。ここはね、しっかりと覚えておいていただきたいと思います。次3つ目は、38人以上の異性ときちんと交際をしていないということです。38人以上の異性と交際をしていないということです。これ面白いんですが、恋愛数学で 37% ルールってあるのをご存知でしょうか。ね、この 37% ルールっていうのが恋愛数学であるんですね。でこれ何かというと、100人の異性を交際やデートをした場合だと 37% が、これに当てはまるということなんですが、これ何かというと、要するに最初の37人とは全員デートとか交際はするんだけど、結婚相手に選ばないようにしましょうね、結婚相手選ばないようにすると幸せになれるよと、まあ、話なんですよ。で何かというと、ちょっとご説明すると、最初出会った37人とは絶対に交際しないようにね、結婚相手選んじゃダメですよと。でただこの37人の中で一番良かった人はどんな人かっていうことをしっかりと記録をしていくことが大事です。覚えておくんじゃなくて、ちゃんと記録ですよ、ね、まず37人と交際しましょう。37人の中で誰が一番良かったかをまず記録しておいてください。でこの38人以降で、この最初の37人の中で一番良かった人よりもちょっとでもいいなっていう人がいたら、その人に決めることが大事なんですよ。そうすると良いパートナーが選べるとされるんですね。これね、人間っていうのは、その 37% よりもいい人と出会えた時はベストであるということなんですよ。だから絶対にね、38人、9人、100人と、ね、交際とかして、もっといい人、もっといい人っていうのを選ぶと、もううまくいかないよってことなんですね。これが自分の中のベターを選ぶところ、要はサティスファイサーです。これ前の動画見ていただければ分かるんですが、この、幸せになれる人の思考の、特徴の一つにもなってくるということですね。なのでぜひね、皆さんの中では37人としっかり向き合って、でその人たちのいいところをしっかりと覚えててください。記録してください。で、だけどその中で決めないで、38人目以降で1個でもですよ。その人たちと比べてよりベストっていうことで、38人以降でいい人いたんだけど、もっといい人を求めるじゃなくって、38人以降の中でその37人と比較してより1個でもいいなっていうものがあったら、その人と決めてくださいってことなんですよ。これが幸せになれる相手ですよっていうのもね、恋愛数学の方程式っていうのが出てるんですよ。科学的にね、面白いですよね。なので、37% ルールというのがありますよと。だから38人以降目の人でよりいいなっていう人と決めてくださいってことですね。でこれが決められない人というのはうまくいかないよということです。次、4番目です。4番目は努力しないロマンチストです。努力しないロマンチスト、なんかちょっとキモいなと思いますけどね、この表現がね。まあね、いつかいい人と出会えるとか、どこかで素敵な出会いがあるはずとか、あと自分がそういうふうに思っちゃうんですね。で自分が汗をかいて必死に相手を探しに奔走するのはおかしいというふうに見る人なんですよ。だから例えば結婚相談所に入るなんてちょっとバカバカしいなと思ったりとか、一生懸命婚活を頑張る人に対してちょっと恥ずかしいなというふうに思っちゃったりする人というのは、大体これに当てはまりますね。まあこんな出会いがあったらいいなとか、運命の人がいるはずって思い続けちゃうんですね。もう要は白馬に乗ったおじさん待つタイプですね。自分の足で稼いでしっかりとゲットしに行かない、幸せは自分で掴むものではなく相手からも降ってくるものだって思ってる人とか多いんですよ。要するに努力しない、勘違いです。本当勘違い野郎です。で偶然とか運命とか期待をして相手から来てくれるのを求めて自分から行動しない人が多いんですね。例えばこうデートなんかも相手からの誘いを待ったりとか、ね、相手から声をかけてくれる待ったりとか、よくお見合いの場所とかで入り口で待ち合わせしましょうって言った時に、自分で相手を探してあの人かなって話しかけるんじゃなくて、あの人かなどうかな、とりあえずでも自分は待つ側で相手から声をかけてくれる待とうみたいな、この人だろうなと思ってるにもかかわらず自分から話しかけないで、相手から何々さんですかって言ってもらう待つ人とか、結局このパターンなんですね。でやっぱりね、あとはそうですね、自分から相手に申し込みしない人、申し込みしないで申し込みが来た人の中からね、なんかこの人いまいちだな、いまいちだなっていうふうにやって、自分から一向に申し込みしない人なんか結構このパターンです。自分で婚活とかをしていて、ちゃんとたくさんしっかりと申し込みをできない人っていうのは、この努力しない勘違いやろうなって言って、まず結婚できないよってことなんですね。でパートナー探しっていうのは努力しないと見つからないんですよ。本当見つからない。私も相当努力しました。見つからない上に
よく皆さんからね、なんか素敵な旦那さん捕まえて羨ましいなって言われるんですけど、これ、ね、私相当努力して探し当てたんですね。まあ、それだけじゃなくて自分でも掴みに行ったんですが、本当にね、努力しないとパートナーを得られないということが実はね、様々な研究結果から出てるんですよ。本当にこうメタ分析とかいろんな研究結果から出てます。で、本当運命な、自分が運命だと思った相手とは絶対結婚しない方がいいというふうに言われてるっていうぐらいね、もう研究結果出てるので、運命はないって言われてるんですよ。もう運命は自分で掴んだ人が後から言ってるだけと、後付けであるということなんですよ。だから本当にありのままの自分を好きになってくれる人が、ね、いたらなと思ってるのも大きな勘違いですね。自分のことを好きになってもらえる努力するからこそ、少しずつ相手の、ね、コミュニケーションを取って、で相手がどういう人が好きなのか、相手はどんな人なのか、それを知っていく、知りながら自分をちょっとずつ出していって、相手とコミュニケーションを取って関係性を作っていく、それで最終的にありのままの自分を好きになってもらっているということ、パターンなんですよ、うまくいってる方っていうのは。だから最初からね、相手のことを理解したりとか、相手のことを好きになろうとしたりとか、相手のこととね、ちゃんとコミュニケーションを取って関係性作ろうとかいうことをしないで、いきなりありのまま自分のことを好きになってもらいたいの、私はこんなファッションなの、俺はこんなファッションなんだって、なんかドーンとね、こういわゆる婚活モテをしないような服装でね、自分の普段着ているような格好で行って、でありのまま自分の好きになってくれない人なんか、それもう願い下げだって言ってるのも大違いなんですよ。最初はやっぱり相手の好みだったりとか、世の中連れてってね、世間に連れてって恥ずかしくない人を求めてるんですよ。だから世の中のいろんな人紹介とかね、自分の家族とか職場の人とか友人とかに紹介した時に恥ずかしくないような人を求めてるからこそ、どの人にモテるような、要はアナウンサーですね、女子アナのような服装の人、男性アナウンサーのようなああいう小綺麗な格好をした人、ジャケパンとかねを求めるんです。だから男性はもうジャケパン、もう本当にデートはジャケパン着てってください。でシャツは絶対シミがない、シワがない。もうシャツはね、皆さんで、ね、100円ぐらいでクリーニング出せるので、ぜひ、ね、100円でクリーニング出してください。ピシッと綺麗なもの着ますから、もうね、ケチって自分でやろうとしちゃダメです。で女性は女性でちゃんとね、私こういうのが好きだからって、ロングタイプのなんか巻き下着のね、そんなね、ワンピースだったりとか、こう胸が露出されているような服とか、そんなん着ていくことなく、ジーパンで行くことなく、女子アナがね着てるようなああいうワンピースを小綺麗な格好してってください。でそういう風な、まず格好してからこそ、この人はきちんとしている人なんだって見てくれるんですよ。でそれで見てもらえて、関係性を作っていく中で、で3回目4回目のデートの中で、自分らしいねジーンズの服装を着たいと、でかといってね、シミのある服装なんか着てたらもう論外ですからね。そういう汚らしい服装は清潔感ということで、もう汚いなってなって、もう一瞬でアウトだからダメなんですけども、自分らしい服装というのは、もう相手が自分の人間性を知ってくれて、知ってもらって自分も相手の人間性を知って、関係性ができた後に出していくんだったら、この人はこういう人間性だから、こういう服装が似合うねってなんですよ。だからこそ初めてそこでありのままの自分を好きになってもらえるので、だからそれまでちゃんと努力をしていかないといけないってことなんですよ、ね、だからもう自分に好みがあるように、相手にも好みがあるんですよ。自ら行動して幸せはつかまなきゃダメなんですね。で努力して相手を知って自分を改善していくということがすごく大事です。で一方的にね、やっぱり求めて もう都合が良すぎなんですよ。もう、自分が何もね動かなくても来てくれるんじゃないかとかね、こう運命の出会いをとか、自分が申し込まないくせに来た人だけとかね、もう選んで厳選してパラパラと申し込むような人ってまず出会い幸せ来ないんでね、とにかく自分がとにかくガンガン動く、ガンガン行動して幸せをつかみに行く。もう世の中の人たちみんなそうしてるんですよ。結婚で成功してる人とかね、まあ、皆さんあまり言わないけど皆さん婚活頑張ってますよ。出会いとかで職場で出会った人とかも、その職場の人としっかり関係性を作って、で社内恋愛でうまく持っていけるようにしてたりとかね、本当に結婚してる方って皆さん何らかの努力しっかりされてるんですよ、話を伺うと。なので努力をしないで成功はありえませんから、なので自らしっかりと行動して幸せつかみに行ってください。よくこう女子会とかなんかでも、いやすごくね相手の人からアタックをもらってね、なんかこうそれでちょっと自分もいいなと思ってなんていうふうに話を聞いて、あいいな、そんなに愛されて私も愛されたいなって思うかもしれないけど、そういうふうに相手からアタックを受けてもらえるように、愛されるようにその人は努力をしていたってことなんですよ。前提のところで努力をしてるからこそ、その相手がアタックをしてくれてね、認めてくれたってことなので、まず努力を手前の段階でやってるんです、そういう人たちって。なのでそういうところを見ないで、
結果論だけ見て、ああすごく良かった、いいな、羨ましいな、自分もそういうふうに愛される人を探したいな、自分も好きな人見たいなというふうに思うんだけど、大間違いですからね。これね、だから本質を見れてないということなんですね。だから要は努力しない勘違いであるということです。でもう本当に、ね、自分に好みがあるように相手にも好みがあるから、だから一方的に求めることなく、相手の好みはどんな人なんだよねってちゃんとコミュニケーションとって測って、相手の好みを知ってってください。でそこに自分も合わせていく。そうすると相手が自分たちの心を開いてくれるから、そこで初めて自分も相手のね対してこう自分を出していくことができるので、まず、ね、段階が大事ですからね。この段階も努力も何もしないで、ありのまま自分を好きになってくれる人を探すと、こんな都合いい話ないですかね。これぜひやめましょうってことですね。これ本当結婚できないですよ。婚活難航してる人大体皆さんね、これ当てはまってますね。これかなり多いですね。で次、5番目です。5番目は完璧主義です。完璧主義ね、まあ要はマキシマイザーですね。サティスファイザーの逆ですね。自分が当てはまってないかっていうテストはね、やってますので、下の概要欄後で貼っとこうかな。まあ、結婚とか婚活そのものができない、人生そのものが失敗する残念な人の13特徴ということで、ね、私が YouTube で話してますので、あとでよかったら概要欄か後ろがつけておきますので、それで皆さんが当てはまってないかチェックしてみてください。これでテストできますので。でこのマキシマイザーの完璧主義というのは、まあ無理ですね。相手に完璧を求めて、自分の結婚にも完璧を求めるんですよ。でもっといい人がいるはずっていうふうに、とことんこう自分の理想を突き詰めていくタイプなので、いい人と出会えたとしてもそこに満足することなく、もっといい人いるんじゃないか、もっといい人いるんじゃないかってことで現実見れないんですよ。で自分の理想どん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 行っちゃうから、目移りしちゃうんですね。で目移りするからこそ、ちゃんとね関係性を作る前に、もっといい人もっといい人って目移りしちゃうんですよ。だからよくあるのが、婚活とかしていても、マッチングアプリもそうなんですけども、いいねとかしてマッチングしました、で、で交際しましたとか、お見合いしましたと、でお見合いしたこと、マッチングしたことに満足してしまって、その人と深い関係性を作る前に、もっといい人もっといい人って目移りして、どん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 いろんな人いいねしちゃったりとか、いろんな人お見合い申し込みしてしてしまったりとかってことなんですよ。大事なのは、一つ一つの交際をちゃんと大事にすることなんですよ。ちゃんと相手とねお見合いしたら、その人とちゃんと向き合う。でまず一回会ってみる、で交際入ってみる、その人しっかりと向き合ってみるっていうことしないで、ポン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 、なんかちょっとこの人はこんなところが気になるな、じゃあちょっともっといい人いるんじゃないか、もっといい人いるんじゃないか、あ、もうなんかもっと可愛い人見つけたからこっち行こうみたいなことでね、もうお見合いだけこなしていくような人とか、なんか結構これが多いですね。完璧主義になりがちってことですね。でも本当はもっといい人もっといい人っていうふうにこう目移りしちゃうんだけれども、そういった自分はどうなのって、対してなんですよ。対してなんですね。要は大してもう柔軟でないという人、ね、素敵じゃないっていうね、もうあんまね素敵な人じゃないことが多いんだけど、それが分かってないんですね。で分かってる人はね、立ちが悪いですね。本当に完璧主義であるっていうことが自分自身自覚している人はすごい立ちが悪くって、ブランド品を身につけるかのように、完璧に人で人の自分の不完全を補おうとするんですね。皆さんそういうね完璧主義者は結構、あと自己肯定感が低いんですね。やばいのに気をつけた方がいいんですが、見抜く方法があって、いくつかあるんですけれども、まあ、パッと見分かりやすいのは、全身ブランド物身につけてる人とかね、一点物ね大事に一つだけずっと長くブランド物を使ってる人はいいんですよ。例えばこうお財布とかで1個、ね、ブランド物あって、これがすごく使い勝手が良くて機能性を求めてこれ使ってたりとか、丈夫だからっていうふうに大事に使ってる人だったらいいんですよ。でもなんかあっちこっちなんかブランド物持ってるような人、身につけてる人というのは、自分の足りないところをブランドとかで補おうとしている人なので、結構これはねやばい人だったりするんですね。自己肯定が低い、全身いますよね。全身、まあ、あまりブランド名言わないですけど、ブランドで固めてる人ね、これね大体まあそういう人ですね。で結局ね、その自分の不完全を何かで補おうとしているからこそ、自分が良くなろうとしないんですね。で当然ね、そういう人って裏で嫌われます。自分では気づいてないかもしれないけれども、裏で嫌われてる上に立ちが悪くて、ブランド品を身につけるように完璧に人で自分の不完全を補おうとするから、もう本当にこう嫌われるし、トラブルも実は多いんですよ。自覚はなくても、なんか私の周りって変な人が多いなとか、なんでこんなこと巻き込まれちゃうんだろうなとか、本当にろくな人がいないよねって言って他責にするんですね。自分が悪いんだけど、自分が悪くてそのことを巻き起こしてる、自分が引き起こしてるんだけども、自分が引き起こしてることを気づいてないんですよ、そういう人って。で相手を非難してばかりだから、婚活は当然長引きます。
要はね、自分が分かってないってことなんですね。でもそもそもね、 100% 完璧ってのは存在しないんですよ。だからいろいろなことが起きて解決していく中で作り上げていくものなんですね。なので完璧主義というのは本当にうまくいかないので、ぜひね、トラブルが周りが多いなって方は、自分が完璧主義で相手にもそれを求めていて、自分は完璧じゃないのになんか当然こうだろうという思い込みで動いている方がすごく多いので、ぜひ気をつけていただきたいなというふうに思いますね。ということでまとめなんですが、まずたらればですね、もう自分が整うまでとかね、就職が決まったらとか、ね、ダイエットが成功したらとか、お金の収入が上がったらとかね、何々になったらとかね、まではねダメです。この先延ばしタイプはうまくいきません。一生来ないので、こういうふうなことを発言する思考がまずうまくいかないということですね。で次2番目、好きなタイプにこだわる、ね、もうこれ一瞬で終わりますね。好きなタイプにこだわった人ダメですね。ワンナイト言ってください。好きな人にこだわるってことをとことん行きたい人も、恋愛だけ行って、もう恋愛だけ楽しんでおいてください。もう長い関係作ろうと思わないでください。もう1年ぐらいで別れるって相手を探すぐらいの方がうまくいくと思います。次3番目、38人以上の異性ときちんと交際をしていないということですね。もうとにかく37人としっかり交際して、その人たちいいことを見る。で、38人以上の交際でいい人いたら、その人を決めるということが大事です。いつまでダラダラしないということですね。 37% の恋愛数学の法則をちゃんと守りましょうということです。次4番目、努力しないロマンチスト、これ問題外ですね。しっかり自分から動きましょう。自分が改善しましょう。自分が改善するからこそ相手が認めてくれると、見てくれるということですね。次5番目、完璧主義マキシマイザー、これも即刻アウトということですね。ということでね、いかがでしたかね。これ一個でまたハマったら本当にダメなので、ぜひ改善してください。改善しないとうまくいきませんね。もう明日から改善しようじゃなくて、今この瞬間ですぐ改善しましょうということですね。じゃあ次質問です、ね、皆さん質問なんですが、皆さんが思う婚活が長引きそうな人、どんな人でしょうか ね、ぜひ教えてください。やっぱね、婚活が長引きそうな人ってね、自分だとね、皆さん多分分からない人多いと思うんですよね。でも相手が指摘してくれるからこそ分かるので、ぜひね、皆さんが思う婚活の長引きそうな人、ぜひ書いてください。もうね、バン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 書いておいてくださいね、本当に。でそれ見た方が、あ、自分に当てはまってない、書くだけじゃないですよ、書いて終わりじゃなくて、書くだけじゃなくて、自分が当てはまってないかなとか、他の人が書いたその婚活が長引きそうな人の特徴、自分が当てはまってないかなって見てください。で、これ当てはまってたら、結婚していても夫婦仲完璧じゃないんですよ。どっかで破綻してたりとか、自分が気づかない間に相手が不満に持ってたりすることもあるので、うまくいかない傾向がありますので、ぜひね、こう改善した方がいいです。ね、なのでぜひね、皆さん、ぜひこの自分が思う婚活が長引きそうな人の特徴を書いていただくだけではなく、他の人が書いたものを見直してもらって、自分が当てはまってないかをちゃんと見て、でしっかりと改善してください。あ、そうなんだな、じゃなくて改善することが大事なのね。ということで、ね、いかがでしたでしょうか。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今日はね、婚活が長引く人の特徴5つということで、いろんな大学の研究結果をもとに、その中から特にやばそうなやつをね、いくつか厳選しました。まだね、こんな感じでね、メタ分析的な感じで私の方で厳選したものをお話しできればいいかなというふうに思っております。ぜひよろしくチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてこれ本出てますので、よかったら見てください。それと皆さんがね、ぜひ婚活成功させたいって方ね、YouTube で話してることって、私が持っている知識のストックのほんの一部でしかないんですよ。もうだから YouTube でこんなことたくさん話せるんですけども、他にもいっぱいありますので、ぜひね、うちで活動された方はね、本当私のアドバイス通りに動いた方は全員ね、入籍まで行ってるんですね。なので本当うちのスマートブライダル、だからね、 90% 以上の成功率ってことなんですけども、この残りのね、 5% か 10% どういう人かっていうと、自分のやり方で行こうとする人とかね、なんかこう改善しないような人とかね、自分が強い人とかね、まあちょっと何かしら問題があるとかね、まああとはね、途中で諦めちゃうようなね、忍耐力のない人とかだったりとかするんですけども、本当最後までしっかりと頑張ってる方はね、皆さんね、今のところ全員結構まで行ってますので、なのでぜひね、スマートブライダーの概要欄コンタクトをいただいて、ぜひうちの方で、ね、しっかり活動されてみてください。もうやっぱね、やっぱ動かないとダメですよ。もう YouTube 見て、ああそうなんだそうなんだって言ってるだけで全然うまくいかないですから、ぜひね、このたらればですね、先延ばしならないようにぜひね、やってください。そしてこれ見てるだけの人は多分1番と4番に該当している方がすごく多いと思いますね。活動しない方ね、もう整うまで先延ばしね、努力しないロマンチストみたいなね、そうならないようにぜひね、自らすぐ動くということをやっていただければと思っております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。